ことでございます。はい。はい、だから、その URL がお気に入りなんなんか、まあ、そうだけど、どうやって取ってんだろう。チケット取る人って。それなんですけど、俺勉強中なんですけど。勉強中って何？なんか、やっぱここクリックして、なんか、土曜日に、なんか、10時発売みたいになるじゃないですか。うん、その段階では全然まだお金は発生しないんですよ。うん、で、なんか、チカチカチってやると、なんか、なんかもらえるらしくて。それを、なんていうの？シリアルコードわかんない。でも、その段階でお金が発生しなくて、後日、コンビニとかで、発見する。お金を発見する。そうそう。そのシリアルコードが発行された段階で、その、チケットの席番って席順じゃなくて、それだ、それか。だから先着順みたいな感じなんですか。だからね、10時がね、なるほど。あとはその10時に取るあれによって場所が決まってて、発見した時にその番号が分かるよと。そうそうそう。入場順？なんて？え？入場順？入場順？いや、入場順が決まる。ああ、まあそう。正番。正番。チケットの正番。正番。あ、そう。だからその番号が決まるから、指定席じゃないからね今回は。そうそう。スタンディングだから。あ、だから番号が早ければ早く早く入れるよってことで。そう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 。で、最善に来れますよってことね。そうそうそう。うん。なるほどね。そうそう。なるほど。そういうことなんだね。そうなんです。だから、やっぱ10時は、すごいらしいですよ。絶対みんなの方が詳しいもんね。そういうのだって慣れてる人って得でしょ。そうですね。でも、お願いしてたから。チケット取っといてくださいって友達に言って、一緒にコンサートとか行ってたから。ああ、まあそうですね。そういうことね。向かってたね。僕一人コンサートなんですけどね。よく行くよね。一人に。え、やってる？やります、やります。いくらとか。やります、やります。登録して、登録したり、会員情報。だからツイッターで確認見て、ブログとか見て、うん、何時に発売ないんや、で、E プラスとか見て、はい、やってコンビニで発見してみたいな。そうです、ね、そうです、ね。俺も、あれですよ、その、セイマンゴーとかのやつ、戦ったことありますね。戦った。あ、そう、うん。いや、結構やばいですね。うわ、何のアイドル？どこのアイドル？まあ、ね、いっぱいいますけど。あ、ひとつま、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。やべえ、一つ回って、ありがとうございます。ありがとう。あんまり追加情報は絶対来るべし。絶対来るべし。やってほしいね。ぜひ、マジで。その通り。ぜひ来てほしいわ。うん。なんだろうね。来てほしいね。一つまで想像しないでね。想像するわ。あ、何の想像ですか？ピンとこないですね。何でもできます。何でもできる。何でもできる。何でもできる。なるほどね。口が滑ったか。まあそんなこんなで、ぜひ来てほしいなと。はい。新作動画が上がりますので、ね。はい。見ていただければなと。いやー、皆さん遠いとこから来てくれるんやろな。さぞかし。さぞかし遠いとこから来てくれるんやろな。もう。ヨーロッパとか。いや、国立競技場前とかちゃう。しっか。そこよ。そこよって言われた。そこよ。すぐそこ参加する。九州組って言ってはりますよ。九州組強そう。あれ、まあ。あと、グッズのね、話なんですけれども、今、グッズの話を今、実は詰めてます。せっかくね、発案のライブなんで、それに合ったグッズも出していきたいなと思ってるんですけれども、北海道から行くよ。福岡から行きます。ライブ前とかありますか？あると思うよ、時間も。まあ、ね、全然余裕あるから。うん。埼玉、長野、富山。富山いいとこやったな、みたいな。なんか、もしかして行きますね、なんかね。行きましょう。岡山、静岡。大阪だった。大阪だった。あ、大阪だった。昨日だから来ました。ありがとうございます。津波かな？熊本、大阪から。まあ、通販もね、実は今までの通だったり、今、もう通販でやってますので、皆さん、ぜひよかったらね。よかったら。ツイッターで、うまくね、次に来ていただければなと思いますけど。そうですね。ファッション。そう。ファッション。そうなの、ツイッターとかでよく見るんですけれども、その、相沢さん、相沢ね、の皆さん、の、なんか、つながりとかも、
ますけれども、うん、はい、そのライブ、まあ、こう初ワンライブなんで、そこでね、あ、なんか、なんつうの、まあ、初めて会うっていう人もいるじゃないですか、その、ネットというか、ツイッターとかではつながってたけど、ああ、アイズがワンマンライブするのは初じゃん。なるほど。まあ、初めてその共有とか、共通のさ、うん、ね、アイズが好きっていうのがあって、来るわけだから、そこでつながってね、こう友達になったりとか、あると思うので、とても嬉しい。いいよね、そういうのね。うん、なんか、そこも機会に。あ、そう、タグだ、タグだ、そうだ、今日話そうと思ったんですよ。ハッシュ、ハッシュ、ハッシュ。ハッシュタグ。ハッシュタグの名前はどうしようかなと思って。なんか、適当にね、そう、電車乗りながら考えてたんですけど、いや、もう生放送で決めようと思って。うん。どうするっていう。はい、そう。まず、初ワンライブなんで。何してんの？さっきからずっとモノマネしてるんだけど、それやった。1、1、2、2、7。シャッ。いや、シャッじゃん。シャッ。小学生気づく人絶対いるわ。これういって読むんだもん。ういうん、うあいず、あいずってもさ、あのひらがなで書こう。もう英語めんどくさくない？大文字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 やって小文字やって大文字やって。サンタさんからのプレゼントアイズは長いな。夏希くん踊って長いな。いいねいいな、あいず。なんだろうね。うん、寝なさいときは絶対あるよ。僕も寝なさい。キーボード登録してます。あ、キーボード登録ね。あって言うと、あって言って。大文字と小文字がね、交互に来る感じがね。そうそうそう。なんともね、結構ね、あれなんですよ、ライブとかなんですよ、ブッキングライブとか、あのなんかどっかのこう詳細言ってるとか、あいつの名前が使われるときに、意外と、まあ、Twitter とかもそうなんですけど、あの Z が小文字の。そう。まあまあ、A だけが大文字とか。ペットがこの字っていうのが多々あるんですけど、なんか別にまあ、まあ、俺らのせいやなぐらいの気持ちは分かる。俺らのせいやなぐらいの感覚なんで、まあいいんですけど。どうしようね。あいうい。略しすぎちゃう。あいうい。って。嫌いじゃないみたいな感じで。あいうい。って。愛人だって。愛人。愛人。だとちょっとなんか意味が変わってくる。そうなんだね。だってお母さんに言えないでしょ。ちょっと愛人行きたい。やめろみたいな。なかなか言いにくいでしょ。確かに。私ちょっと愛人行くわみたいな。愛ず愛人一二二七がまあまあ無難ですよ。無難。話は分かりやすいし打ちやすい。カタカナとかにしない。カタカナ。なんかあんまこう合図ってひらがなって感じでしない。うん、そうです。カタカナを読む。で、誰か。はい。あの、これ。石川さん。ひらがなかわいい、かわいいかな。ひらがないいかな。じゃあひらがなでいいですけどね、別に。うん、別に。怒ってんすか。アイズ、ウイジン、1227アイハクス、1227アイズ、ウイジン、1227かな。うん、それでいきましょう、うん、それでいきましょう。はい、じゃあ今から続きます。そう、こっちで止めた。まあまあね、このハッシュタグを通じて何ができるのかっていうのをまあね、言いたい。まあこのハッシュタグを通じて一人でライブに行くっていう
振るという人同士が一人じゃなくなる可能性があるっていうことだよね。なるほど。そう、このハッシュタグを通じて、すいません、失礼します。僕もちょっと会津のライブ、今度のワンマンライブ行くんですけど、まあよかったら、うん、一緒にどうですかって、うんうん、ぜひ一緒に、うん、はい、というね、つながりがね、できるというつながり的な、そうサムスミクが、そうなんですよ、できるということで、まあ、皆さんにはね、どんどんね、うん、そうやってこのハッシュタグを通じてつながっていただきたい。そしてこの、うん、常にツイートするときとかはもう全部このハッシュタグを使っていただきたい。それはおはようとか、そうなんです、全く合図に関係ないツイートのときも全部このハッシュタグを使ってほしい。お腹痛いとか、お腹痛い、合図初陣1227、お腹すいた、合図初陣1227、眠い、眠い、合図初陣1227、学校だるい、合図初陣1227、なんかネガティブなことばかり。まあね、ピンが取れない。限定しすぎやシチュエーションは。そう。で、まあ、今日発表した内容というのが、まあ、チケット発売。URL 載せましたね、さっき。まあ、まずブログで載せますと。うん、そして、11月21日。はい、10時だっけ ?10時にね、10時ぴったりですよ。10時にチケット発売開始、ポン、そのページがチケット発売、うん、買えますってなるから、その瞬間にパン、チケットを買ってくれて、でもそしたら、まあ、チケットの番号さえ発行すれば、うん、別にもうコーヒー飲んだり、人眠りしても何でもいい、発券は別に自分のタイミングですればいいから、うんうん、だからね、その10時の段階でね、その皆さんでね、そこが、そう、10時30分。もう完売というのがね、私たちの理想だね。30秒じゃん。もう30秒、ね、当日券マジでないからね、うん、っていうことを言いたい、うん、言いたい。チケット2万枚ぐらいあるっていうの大丈夫、絶対余るやつやんなーなー2万枚履けれる箱っていうのに2万なくね、あるかないか。2万枚でやばい。ここまで見たけど席になって、あれはちょっとね、あの席ね、設置してるだけだから、いろんな話ね。あれだから、フォーメーション。そうそうそう。ね。あと3分、早っ。早いですね。早っ。早いね。あら、3分ってかもう2分ですね。うん。おこの2分を無駄に過ごすのか、皆さんに伝えたいことをもう一度伝えられるのかっていうのは、うん、リーダーにかかってるじゃないですか。オッケー、任せろ。というわけで、初のライブ、本当にね。はい。まあ、とりあえず僕に今の気持ちを言いたいと思います。はい。とりあえず、さっきね、ご飯食べて帰ってきたわけですけれども、若干お腹が痛いと。お腹が痛いときはさ、どうするか。胃薬を飲むと。胃薬を飲むためにはどうするか。まず胃薬を買わなきゃいけませんと。胃薬を飲むときに気をつけなきゃいけないこと、それは予防、用量をちゃんと守って飲むということ、それをちゃんと読むということが大事でございます。大事です。そういうことでございますから、皆さんちゃんと、胃は大事にしましょう。うん、ありがとうございました。使ったら、まあ、大体表記は12食ぐらいいけるんですけど、まあ、男だと1食大きいから、まあ、7杯ぐらいかな、8杯ぐらいかなと思ってたんですけど、まさかみんな1杯ずつで全部なくなるとは。昨日のカレーの話をするんじゃないか。無駄だ、もう1分切っちゃった。昨日のカレーの話やったな。移動しながら飲むじゃないか。よしよし、よし、何してんすか、みんなもう40しかないから。ちゃんとね、よしがちゃんと言いますから、僕は。ほんと、ほんと、はい、21日土曜日の朝10時から、おこのチケットの URL は、こう、違う。違う違う違う。ちゃんとしゃべってくれよ。ちゃんとしゃべってくれよ。というわけで、皆さんね、今日もありがとうございました。ハウス見て放送しましたけれども、まあ、チケットはね、普通にグダグダだろうが何だろう発売されるので、皆さん、ぜひ、
チェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、ありがとうございました。また明日。ありがとうございました。